ツナでございます。こんにちは。お久しぶりの方、はじめましての方ね、またよろしくお願いいたします。いつも見てるよっていう人もね、また今回もお付き合いをお願いいたします。今回久しぶりにですね、喋る動画になりますね。まあ、今回どうしてこの喋る動画にしたかっていうと、まあ実はですね、カツナのサバゲの装備なんですけれども、2年前になりますかね、カツナがサバゲを始めた時に福袋の開封動画を上げております。そこでまあこのパンツだったり、まあ、これ上着ね、あとはキャップやポーチ、ホルスターね、ダンプポーチ、まああとよいしょ、チェスト、まあこんなねものが届きましたっていう動画をね、実は上げてるんですけれども、今順番に出してきてお気づきの方いるかと思いますけれども、ちょっと日焼けしてしまっていたりね、ちょっとこう焼けて変色しちゃってますねとか、もうだいぶ使用感が出ておりましてね、ボロボロになってきてますね。のでまあちょっと新しい装備が欲しいなということで、今回ですねまた買ってみました。ドーン、映るかな、佐川で届きました。はい、これをね今日は開封していきたいなと思います。2年前に買った福袋も、この福袋で装備が一式揃いますよという触れ込みでの購入でした。今回のこの福袋もですね、まあ、これを買えば装備が一式揃いますよっていう、ただし、まあ、柄はお任せですけどねみたいな、そんな福袋でございますけれども、おじゃん。まずはこう緩衝材っていうんですかね、まあ、プチプチが入っておりますけども、さあ早速取り出していきましょう。上着がまず出てきました。上着と上着、これあれですね、ズボンの中かな、もしかして、よいしょですね。上着とズボン、ベルトですね、チェストリブですかね、よいしょ、あと帽子なんですけれども、よいしょ、カツナはあまり好きじゃないっていうか、カメラがつけにくくなるテンガロンハットでした。あった、これは困ったぞ。あ、グローブですね。よいしょ。と膝当てセットですね。ダンプポーチがついてます。フェイスガードですかね。ちょっと開けてみましょうか。はい。フェイスガードですね。布のやつです。よいしょ。と、ワッペンが一つ。あと、何やら三角の謎のもの。これもちょっと開けてみましょうか。ゴーグルですね。メッシュゴーグルです。
よいしょ。ね。これで全部みたいです。空っぽです。ね。梱包のビニールとかありますけれども。まあ、こんな感じでね、中身全部出してみました。メインのね、ウェアの、ウェアとかの、迷彩はこれは、クリプテックタイプという、ですけれどもね。まあ、正直なところ言いましょう。正直なところ言いますと、ハツナが今まで着ていた装備の緑色です。まさかまさかの、あんまり変わり映えがなかった。あまり変わり映えなかったな。ちなみにセット内容としては前回と比べまして、ホルスターとかね、入っていたんですけども、その辺の小物がちょっと違うかな。よいしょ。とホルスターとこのなんて言うんだっけ、メディカルポーチですか、メディカルポーチはなかったんですけど、その分まあ、ベルトだったりグローブだったりにちょっと小物が変更されてる感じですね。まあ、でも上から下までね、セットで着れる装備ですね。このダンプポーチもパッと見あれ色一緒じゃねって一瞬思うんですけれども、よいしょ、ちゃんと緑色っぽくなってますね。ちなみに旧ダンプポーチはこんな感じなのでね。あら、まあ一緒という、あ、でも当たりですね。多分本当に上から下まで、まあ、こだわりがなければですけれども、これ一式でサバゲがいけちゃう装備ですね。これも開けてみようかな。よいしょ。付け方がわからないやつです。正直。よいしょ。あ、でもここにもポーチついてたり、まあマガジンね、マガジンポーチだったりついてます。ああ。あ。ハツナ的に秘宝なんですけど、ハツナ実はずっと。チェストプレートの後ろにウサギさんをつけてたんです。こんな感じでね、ちょっとウサギさんをこれバナナゲームのねチームによってカラー変えてたんですけれども、まあ、こうやってつけてたやつが後ろつけれない。あ、今度からちょっと場所を変更しなきゃだな。考えてつけよう。うん。まあそんな感じでございます。今日はここまででございます。それではまた、これを着て、サバゲ行った動画も上げていきたいと思いますので、また、動画上がりましたら、またご覧になってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。